はい、ということで動画のタイトルになってる話を今回はしていこうかなと思います。ペットシミュレーター99、リリースされてから1ヶ月程度経ちましたということで、まあね、皆さんおのおの楽しんでいると思います。皆さん明けましておめでとうございました。撮影日が1月4日ですね。あ、だからこれあれだよ、動画班、明けおめだよ、明けおめって、あの新年一発目の撮影だよこれ。今日トレーディングプラザ機能ってのがあるんですよ。トレーディング機能、要は自分の持ってるペットを自分でダイヤの値段っていうのをつけて販売することができると。で、そのダイヤを使ってペットを購入したりするっていう、そのトレーディングプラザってやつがあるのね。それ関連で、クロちゃんと弟くんからなんか話があるということで呼び出されてます。はい、なので今日はそれをちょっと聞いていきたいかなと思うのですが、それどっちが最初話しますか？どっちからでもいいんですけど。じゃんけんって、そうだね、クロちゃんと弟くんじゃんけんして。最初はグー、じゃんけん、じゃんけんってポンパーまともにじゃんけんすらできねえのか、お前。じゃんけんすらまともにできねえじゃねえか、全然意思疎通測れないじゃん。はい、じゃあ弟くんが一応パーとチョキで勝ったんで、弟くんいいよ、どっちから先に話したい、後から話したい？後で話す、わかった。はい、クロちゃん、じゃあまずお願いします。クロちゃんに関してはね、ツイッターとかでも報告してたんで、プロジェクト R、 トレーディングプラザでの詐欺に迫るって。あ、じゃあクロちゃんお願いします、話してください。何があったの、クロちゃん。あー、なるほど。じゃあ1枚ずつ見ていきますか。1枚ずつね。はい、1枚目。はい、すごくねこれ、みんな 749K とか 713K、 632K のペットがダイヤ1で売られてると。1ダイヤだって、あまりにも激安すぎない？楽に稼ぎたいと。え、でも稼げなくないこれ。はい、2枚目。はい、こちらほらね、これクエスチョンクエスチョンのやつとか、313系のやつが1ダイヤと。はい、で3枚目、なにこれ、ミッシングアイテム。はい、で一番左を見てみてくれ。なんかプレイヤーがいるよね、ここに。ほら、プレイヤーがいますね。2面目に関してもほら、一番端にプレイヤーが、はい、いますという感じなんですけれども、まずは1枚目から。これさ、1ダイヤに見えます。え、1ダイヤじゃないのこれって。金額としては1ダイヤで、このレアペットを販売してるとかじゃないんですか？これね、って、うん。実はね、って、うん。100万で売ってます。なんだって、これ聞いたんだよね、事前にね。動画の撮影の時に言えばいいのに、事前にツイッターで上げてるからさ、クロちゃん。俺リアクションと思ったのがすでに撮っちゃってさ。え、これどういう仕組みなの？ほら、実際全部1で打ってんじゃん、これ。1、1って。これ、トリックがあるんです。え、何？ 100 万で売ると、そうだね、1M と表示されますと、例えば、ほら、こんな感じだね、ほら。例えば、グソクムスさん、ダイヤ 1.3M 見ついてると、100万を超えた際に、その表示を M に変更するようにペシュミアできてますと。ほら、962系から M になるよね。 MMM ってなってるじゃないですか。はい、そうですね。なんと M を体で隠しとんのや。はい、ということで、4枚目の画像を見ていきましょう。これなんか弟くんが出くわしたんかな、多分。こちら、すごいねこれ。これすごいわ、見て。一番左、これ透明化スキンですね。言えるかな、視聴者。動画じゃ分かりづらいかもしれないけど、ほら、794K と 749K を実際に1ダイヤで販売してんの。で、一番左の 828K だけ、実はこれ 1M で売ってるんだけど、シャツを透明のやつにして、ダイヤ1で偽装してるんだ。やば、これ。お、神業やん、これ。そこまですんの、今のペシュミ界隈って。カメレオン詐欺って、やばすぎだろ、これ。さらに、1ダイヤで売られてる方を買おうとすると、うん。3枚目の表示になると。え、どういうこと？ 1 ダイヤで売られてる、ミッシングアイテムってこれどういうことですか、これ。はい、アイテムが多分ありませんってことですよね。だから、この1ダイヤの2つを買おうとしても買えないようになってると。アイテムがありません判定になる。え、そんなことできるの？ 1 ダイヤのやつはそもそも買えないような設定になってるってこと？じゃあ1ダイヤの方が買いたかったのにな。あー、なるほど、なるほど。1ダイヤグリッチみたいなのを使ってクリックしても購入できないようになるんだ。それで上買えない、買えない。あ、これ買える、ポチって 1M ダイヤ持ってる人がチャリーンって払うことになるんだ。やば、
あ、1台やなと思って買ったら 100M 引かれるってこと？金持ちからお金巻き上げるっていうガチの詐欺じゃん。それでは弟くん、続きをよろしくグッド。はい、じゃあ弟くんにバトンタッチということですね。何ですか弟くん。申し上げにくいのですが、って何？一、はい、出たー、被害者ー、はい、ぼったくられたー、はい、ダイヤをクランに貢がず自分で持っておくから、はい、取られたー、ははー、はい、詐欺られたー。あーあーって。これ、デカフェも詐欺られるやつかーって。他勢力に奪われちゃったーって。転売とかしてるからー。って何？これ、詐欺とは関係ないんだけど、うん。7M ぐらいの価値のデカペがあった。700万円ぐらいするデカペが販売していましたと。はい。それで？それを売るときに、桁をミスって、7、それは弟くん悪いんじゃないの？それ関係ないでしょ今回の詐欺と。ねえ。7M を 7K で売る、それは関係ないじゃん。それ自業自得って何してんのマジで。なんで 7M のやつを7000円で売ってんのマジで。え、バカじゃん。700万の価値を7000で売ったの？売ってる、これラッキーなってんじゃん、それ。ねえ、何してんの？同じミスは二度としないって、詐欺られてんのに？また新たな詐欺が横行するんじゃないの？で、皆さん、ちなみに補足ですけど、現在はこちらの詐欺、修正してるみたいです。逆にどういう修正が入ったの？だって、透明スキンって外部から切るんじゃないの？当たり判定がついてる。というと、実際にトレーニングプラザ行ってみます？じゃあ。腕を貫通できなくなった。じゃあ、実際皆さん、トレーニングプラザ行きましょうか。ちょ、動画はみんな行くよ。はい、ここですね、トレーニングプラザ。入りましょう。はい、ここですね。ここで、ま、いろいろな、詐欺が、横行しているみたいなんですけれども、ほら。こんな感じで一般の場合は販売しています。もうなんかさ、なんかいるぞ透明スキンね、みんななんかさ、透明スキンいるぞ普通に。ほらこんな感じで売ってるのをカチャって購入するんですけれども、ほらこの人も透明だ。これなんかアップデが入った。なるほど、何のアップデかっていうと、上に来てくれって。はい、皆さん上行きましょう。どこだ。はい、ここですね。あ、なんか透明になってる。あ、クロちゃんも今透明になった。あ、なるほど、これ購入しようとするとか、ほらお店で、あー、なるほど。うわ、運営の対応早いね。これで透明、ほらなんかこういう映り方だから、もうどうしようもないじゃん。できないよ、グリッチが使えないようになってるんだ。これよく考えたね、運営ね。対応バカ早いね。なるほど、これでもう詐欺できないようにしたんだね。何日くらいで対応されたのって。実際にさ、弟くんとか騙されたの何日前なの？あ、3日前ぐらいなんだ。新年明けましておめでとうぐらいの時から、こういうのが流行ってから、まあ、1日2日ぐらいでもうすぐに対応したんだ。やっぱビッグゲームズって有能なんだね。コマンダー、ディスコードチャット、450K、100匹が 3K で買えたんだけど、これは適正価格なのかだって。どう？ 450K、100匹が3000。まあ、いらないからじゃないの？だって今、ペット自体がさ、高くなってるじゃん。インフレ起こして。450K は価値ない、ゼロダイヤって裏で言ってます。コマンダー騙されてるわ、じゃあ。とりあえずなんか廃品みたいな。廃品回収みたいな。あ、もういらねえから、これぐらいであげるわ、みたいな。そういう感じで。皆さん、ポテトさん。ポテトさんに関しては、入れないらしいですよ。お前、早く来いよ、お前、じゃあ。はい、進めてこい、お前。早くレベルを上げてよ。お前、何しとんねん、お前。お前、そもそもたどり着けてねって何事や、お前。はい、鍵どこだよって言ってます。ポテトさんまだたどり着けてません。逆にさ、弟くんとかナオくんとかやっぱやり込んでんじゃん、ペシュミ。次来る、なんか詐欺みたいなのって何があると思いますか？次何があると思う？予想してみない？次何が起きるか予想してみない？ペシュミで。多分ね、やっぱそういう、お金稼ぎしたい人って、やっぱすごいずる賢いから覚えるんだよね。いろいろ学習してくるからね。前は、ダークマターペットがいたから、ナオくんチャット。ダークマターを交換に出して、いいやつを出させて、はい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 。交換する前にダークマターじゃなくするみたいなのはある。あー、なるほど。交換直前にペットを入れ替える。今作ってそれ可能なの？交換、でもなんか交換しようとしたらもう54321みたいな感じでカウントダウン来るんじゃないの？あー、やっぱ今作は無理なんだ。昔はあったんだ。54321で交換する直前に、ペットを入れ替えて弱いペットとトレードするようにするみたいな。それの対策もされてるみたいです。だから、そういう系のところから、なんかどんどん荒探ししていくんだよ。そのグリッチ使う人はね。あとそういう詐欺する人は。
なんで視聴者さんはね、騙されないように、していただけると嬉しいですね。まあコメント欄とかで、こういう詐欺ありましたとか騙されたみたいな人がいれば、コメント欄とかに書いていただけると嬉しいです。次回以降の動画でそれちょっと取り上げようかなと、はい、思います。まあそれでちょっとでもね、うちの視聴者から、まあ詐欺で騙される人がまあ少なくなればいいのかなっていうのをね、心から願って今回こちらの動画を回しました。はい、コメント欄とかでいっぱい共有お願いします。あとチャンネル登録と高評価もしてください。ということで、今日の動画終わりです。皆さん、お疲れ様でした。バイバーイ。